はい、こんにちは、パソケンです。今回ですね、この動画では9年前にですね使用していた Windows 7がですね搭載されているノートパソコンをですね Windows 10へアップグレードできるのかというものをですね検証してみました。今回ですね、このアップグレードのですね対象となるパソコンのスペックをですね簡単にお話しすると、CPU がですね Core i7 の4コア8スレッドのモデルになってまして、あとですねメモリが 8GB、 そしてハードディスクがですね 750GB というふうになっています。で、 Windows 7からですね10にアップグレードするにあたって、まずですね初めに Windows のですね公式サイトの方でアップグレードをするためのですねメディアクリエーションツールというものをですねダウンロードしてくる必要がありますので、まずですねそちらをダウンロードしています。で、このですねツールがダウンロード、終わり次第ですねすぐにですねセットアップの方をですね開始していって、で、このままですね基本的にこのメディアクリエーションツールのですね手順に従って、アップグレードの方をですね行っていきます。まずはじめにですねこのライセンス条項というものが表示されますので、ここでですね同意の方を行って、で、そしてですね準備がですね終わるまでですねしばらくお待ちくださいという画面で、これですね結構時間かかるんですがしばらく待ちます。で、このあたりはですね、スペックにもよるかなと思います。続いてですね実行する操作を選んでくださいというところで、この PC を今すぐアップグレードするにですねチェックが入っていることを確認したらですね次をクリックします。次にですね Windows 10をアップグレードするためのデータをですねダウンロードしてくるので、ここもですね進行状況ですね表示されているんですが、このままですね次の画面になるまでしばらく待ちます。動画の方ではですね20倍速の速度でですね再生しているので、かなりですね進行状況早く見えるんですけれども、実際ですねこのダウンロードにかかった時間はですね30分から40分ぐらいはですねかかっているかなと思います。ダウンロードですね完了後に次にですねメディアを作成していますという画面になるんですけども、これもですね基本的に何もですね作業することはなくて、この進行状況がですね 100% になるまで待つような段階なんですが、このですねメディア作成の時間はだいたいですねこのパソコンでは10分ぐらいでした。で、次にですね準備中と表示された後にですね更新プログラムのチェックということで、そのですね更新プログラムがあるかどうかのチェックであったり、パソコンですねが正しくですねアップグレードできるかなどですね、スペックであったりそういったところのチェックが入ります。で、またですねライセンス条項の画面になるので、ここでですね同意するの方ですねクリックします。この後ですね更新プログラムのダウンロードが開始されますので、こちらもですねしばらく待ちます。で、このですね更新プログラムのダウンロードの後ですね、そのまま問題なければですね次の画面に切り替わってですねまたアップグレードのですね準備の方を行っていく予定だったんですが、このパソコンでですね問題が発生してこのような画面が表示されました。で、次の作業が必要ですということで、Windows アップグレードをですね Windows 10にアップグレードするにあたって、この以下のですねこの対象のこのホームネットワークプレイヤーというものがアップグレードにあたって問題が発生するので、これをですねアンインストールしてくださいというようなですね画面が表示されたので、ここでですねこのアップグレードをですね中断して、一度ですねこの対象のですねプログラムをアンインストールすることにしました。で、プログラムをですねアンインストールして、で、もう一度ですね再起動を行った後ですね、またですねこの Windows のですねアップグレードのためのメディアクリエーションツールをですねもう一度、起動し直したらですねまた最初からということで、このですねセットアップであったりですねこの Windows にですねアップグレードに必要なファイルのですねダウンロードであったりですね、あと更新プログラムのチェックといったですねそういったものをですねもう一度、行いました。またですね今回この Windows 7から10にアップグレードするにあたってですね、このデータなどですね、引き継いだ時にどうなるのかっていうものもですね検証してみたかったので、この個人用ファイルとかアプリはですね引き継ぐ設定で、今回インストールの方を行いました。で、この引き継ぎのですね設定を行った後はですね、いよいよ Windows 10の、インストールということで、ここでですねやっと Windows 10のですねインストールアップグレードの方がですね開始されます。で、これに関してもですね、このですねインストールに関しても、特にですね何か作業するっていうことがないので、このインストールがですね完了するまでですねしばらく待ちます。で、 Windows のですねインストールする画面でも表記されていたんですけども、このですね Windows
7から Windows 10アップグレードインストールするにあたってですね、何度かですねパソコンの方が自動的にですね再起動の方がかかります。でこのあたりもですね特に何か作業するっていうことはないので、更新がですね完了するまでですね待ちます。で大体ですねこのパソコンに関してですね、最終的にこのアップグレードのですねこの時間インストールの時間は1時間半ぐらいでした。で Windows 10へのですねアップグレードインストール自体はですね多分そこまでかかってないと思うんですけども、その後にですねこの更新プログラムを構成していますという画面が結構ですね長くて、この画面で結構な時間をかかってしまったのかなという感じでした。で更新プログラムのですねインストールの方がすべてですね終わって、でやっとですねこの Windows 10のログインの画面になってたところで、まあ、ログインしようとした際にですねまたここでですね Windows 10の、いつものですねこの初期設定の画面になります。なのでこのですね初期設定の方をですね、行っていきます。で初期設定の後ですねやっと、この Windows 10のですね、ログイン後の画面に切り替わりました。でこの時ですね、表示されていたんですけども、いくつかですね、プログラムが、使用できなくなりました、利用できなくなりましたということで、 Windows、Intel のですねワイヤレスディスプレイと、あとですね、ウイルスバスターの2011年のですねクラウドのモデルですね、こちらの2つが、利用できなくなりましたということで、この、Windows 10ではですね、削除されていますというようなですね感じの、メッセージが最後にですね、表示されました。でこれでですね Windows のアップグレードですねが完了となります。